あ、見てよマリサ。ん？どうしたんだ？あんなとこに村人がいるわ。ほんとだ、こんな場所で見かけるなんて珍しいな。海なんか見つめて、一体どうしたんだろう。どうせしょうもない考え事でもしてるんだろ。あ、え？なんだよ。あの村人、今アイテムを捨ててたわ。え、そうなのか？あ、ちょっと、あの村人、どっか行っちまったな。よし、こうなったら、潜って何を捨てたか確かめてやるわ。おいおい、そこまでやる必要あるのかよ。だって気になるじゃない。ってことで取れたのがこれなんだけど。は？チェスト2個？なんでこんなもの捨てたんだ？まあとりあえず中身を見てみようよ。大丈夫か？なんか嫌な予感が。うわー、何よこれー。これ、村人の死体じゃねえか。なんだってこんなものを捨ててんだよ。立派な犯罪じゃねえか。霊夢、ここに長居するのはまずいぞ。そうね、早いところ逃げなきゃ。な、何よこいつら。まずい、気づかれた。だったら別の道から。嘘でしょ。そ、ならこっちは。そ、そんな、こうなったら海に。バカな。あ、あっという間に囲まれたわ。村人にこんな力があるわけが。お前は見てはいけないものを見てしまった。わ、私を一体どうする気よ。貴様は粛清されなければならない。粛清って、ちょ、ま、うわー。